どうもロドラックスでーす。今日はちょっとね、こういういつもとは変わった配置で撮影しております。はい、今日はね、何の話をするかと言いますと、こちらにね、ウォーターサーバーが実は、少し前から僕の家にやってきてました。言ってなかったけど、まあこのウォーターサーバー僕買ったわけじゃないんですよね。実は前にパナソニックのドラム式洗濯機を買った時に、このウォーターサーバーを契約すると洗濯機を買うお金が安くなりますよっていうことやったので、こちらを契約したんですね。使ってみた結果、まあ、結論から言うと、僕は解約をすることに決めました。別にね、このものがすごい悪いわけじゃないんですよ。めちゃくちゃいいんですけども、まあいろいろ理由があって僕は解約をしようと思ってるんで、これを機に動画に残しとこうと思いまして撮影しております。はい、ということで本日はこのウォーターサーバーのことについて話していこうと思います。それでは行ってみましょう。レッツゴー。それでは改めまして、今日はこちらですね、アマダナというメーカーのウォーターサーバーについて紹介していこうと思います。さっきも言ったんですけども、こちらは洗濯機を買った時に僕は、家電量販店の方にこちらを契約してくれると洗濯機の値段が具体的には2万円下がるってその人は言ってくれて、別にね、ウォーターサーバーいらんかなと思ってたんですけども、まあ2万円下がるということで、2年間の契約期間があって、2年間レンタルするっていうことで、レンタル料は0円なんですよ。ただ、お水を買う必要があって、お水を買うのに、まあまあお金がかかるんですね。じゃあまあこれだけもらってお水買わんかったらいいわっていうのは通じなくて、一応ね、2ヶ月ぐらいだったっけな ?2 ヶ月ぐらいでそのお水を買わないとなんかいけないっていうのがあって、とりあえず洗濯機が2万円割引かれて、で、これ使ってみて、もしいらんかったら、違約金1万円ってことなんで、まあ結果的に、1万円お得かなと思って、とりあえず契約してみたんですけども、使ってみた結果、結構良かったんですよ。お水、まずね、美味しいっす。いやいや、あんまりさ、お水の味とか分からへんやろって言うと思うんやけど、俺、お水の味めっちゃ分かるんですよ。前、友達とね、利き水って言って、いろんなお水買ってきて、その水をこう、当てるってゲームがあって、いろんな会社のお水、いろは水とか、天然水とか、そういうのをいろいろね、飲み比べて、全部当てれることができるぐらい、水の味結構分かるんですけども、まあ、そんなね、そんなステータスになってへんかもしれへんけど、まあ一応水の味が少し分かる僕的にはすごい美味しい水やなと感じました。じゃあとりあえずね、まず使ってみて良かったなって思うところをさっき言っていくと、その水が美味しかったところっていうのと、あとまあ僕は使ってないんですけども、注文するときですね。注文するときは、アプリから注文ができます。プレミアムウォーターのアプリがあって、そっから注文ができて、その1回に頼む量っていうのが、12リットルの水のタンクがあるんですけど、12リットルのタンク ×2 なんで、24リットルで1セット、1注文で受けたまわってるらしいですね。なので24リットルの水を買いに行って持って帰ってくるっていう、この重さ考えると、アプリで注文してその24リットルの水を業者さんが運んでくれるんですよね。そういうところはいいなと思いました。あとね、すごいいいのが、これ水だけじゃなくってお湯が出るのがすごい良くて、まあ、例えば僕の家はティファールがあるので、ティファールでお湯沸かしてスープとかカップラーメンとかって時はティファール使うんですけども、そのティファールの手間さえいらずに、これはもうここでキュッてやったらお湯すぐ出るので、その便利さはすごいいいなと思いました。あとはデザインも僕は結構これ好きですね。いろんな色があるんですけども、僕はブラックを選びました。この家のここにちょうどハマるなと思って、もうここにいましたよみたいな感じで、ふてこい感じで居座ってますけども、もうすぐさよならするんですよ君は。なかなかスタイリッシュでシュッとしてるなと僕は思っています。まあこんだけね、いい点を言ったんですけども、じゃあなんで俺解約すんねんって話ですね。やっぱりね、ちょっと水代が高いんですよね。12リットル ×2 っていう24リッターで、4000円ぐらいかかるんですよね。約4000円、3970円やったはずですね。まあ2ヶ月に1回頼めばいいかと思って、まあ2ヶ月に1回4000円か、まあじゃあまあまあまあと思ってたとこもあるんですけど、僕とね、さよちゃん夫婦で使ってた結果、僕らめちゃくちゃ水飲むんですよね。これもう1週間ちょいでね、なくなっちゃったんですよ。
まあ、なくなっちゃったっていうか、正確に言うとね、若干まだあえて残してるんですけども。で、しかも、まあ僕らの話なんですけどね、僕とさやちゃんのこのうちの話をすると、僕らの家は近所にスーパーがあって、ボトルを買ったら水を汲み放題っていう制度があるスーパーなんで、僕らはもう元々お金をかけずに美味しい水を飲みまくってたんで、そう考えるとね、1週間4000円はクソ高いなと思って今回解約を決断しました。ただやっぱね、そのスーパーの無料の美味しい水とこれを飲んでる時は全然こっちの方が美味しいです。別にね、もともとそんなにあの水にこだわってなかったんで、スーパーのその無料の水飲んでる時も全然美味しい美味しいと思ってたんやけど、これ飲んだ後にその水飲むと結構喉に突っかかる感じというか、ここに引っかかる感じ。まあでもこの水はね、やっぱりまあプレミアムウォーターっていうぐらいだから美味しいんですよ。本当に喉の突っかかりが全然なくて、スッと入っていって軽く飲めるのがすごいいいなと僕は感じました。まあいざ解約するとなると少しだけ名残惜しいんですけども、今回すいませんということで違約金を払って解約をさせていただきます。電気代とかどんなんやろな、あんまり気にしなかったけど、電気代とかもやっぱり少しかかるんだよね。はい、ということでですね、今回はこちら天棚のウォーターサーバーの話をさせていただきました。解約するって言ったんですけども、さっき話した通り全然このウォーターサーバーの水はすごく美味しいし、すごく便利やし、いい商品なんですけども、水をねタダで僕らは、よく飲んでるっていうことを考えると、まあちょっとこのお金は痛い出費やなと思って解約をすることに決めました。ぜひ興味がございましたら、こちら天棚のウォーターサーバーですね、プレミアムウォーターのリンクを概要欄に貼っときますんで、そちらチェックしていただけたら嬉しいです。動画がいいなと思っていただけましたら、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、あとですね、SNS がインスタ、ツイッター、TikTok あります。そちらも更新頑張ってますんで、ぜひフォローよろしくお願いいたします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。